く。何？受けてみろ。炎属系エイゼル、俺の後ろに。三蔵藩、そろそろ妖怪たちと手切らはったらどうです？くだらねえな。追憶。うめえこのホイコーロー。つうかその食い方でよく味がわかんな。味わってくれ。始まってるよ。あのな、そばとかビールじゃねえんだから、喉じゃなくて口ん中でだな。もういいじゃないですか五条。悟空はこうやって食べた方が美味しいんですよきっと。そうそう。ちったく、おかげでこっちのペースまで上がっちまうじゃねえかよ。大体だよ。汚ねえから食い物飛ばすな。くせえ。てめえこそ飯食ってる時にタバコ吸うんじゃねえよ。いらっしゃいませ。また出ましたよ。ここよろしいですか？おやおや、わざわざ席開けてくれはって。おおきに。ほな。妖怪なんぞと一緒で、よう食事ができますな、三蔵藩。子供は母親が一番やね。うち親の顔を知らんのですわ。捨て子やったんどす。だからあんな風に優しゅうしてもらった覚えはありまへんのや。強くなってきたな。お父さん、落ちる落ちる落ちるよ。助かるぞ。母さんが張ってるぞ。ご飯何かな。交流。また腕増し。三蔵藩、モテはりまんな。死ねえ。
ガト、行きな。おかしな人たちどすな。妖怪のくせに妖怪を倒して。別に妖怪だからって倒してるわけじゃねえ。そうよ、俺たちは襲われっからやってんだ。てめえみてえな無差別攻撃じゃねえよ。攻撃してくればあなたたちだって倒しますよ。ほう、そりゃおもろいどすな。うちらを倒せますか。試してみっか。来いよ。よせ三蔵。店に迷惑だ、行くぞ。うざってやな、あいつら。どこまで一緒に来るつもりなんですかね。ほっとけ、あんな奴らに構ってる暇はねえよ。おっはーい。久しぶりだな、三蔵一行。ち、まためんどくせえ奴が現れやがった。 おい、リリン。あのさ、今日はちょっとお前に聞きたいことが。バカ、お前帰れよ。なんだよ、久しぶりに出会ったのにいきなり。そりゃないだろ。ちげえよ、とにかく今はまずいから帰れって。はぁ、あ、あちゃあ、なんだお前、変な格好だな。あ、もしかしてお前三蔵一行の新メンバー。ほう、なかなか賢いな。え、一目見てうちと三蔵班が仲間やて、ようわかったな。え、え、ほら、いかがどす。あ、メロンパン、わーい。エイゼル、おもろい子やな。はぁ、それで三蔵班の教文ネロを取るわけか。うん、お兄ちゃんのためにね。ほう、えらいな。パッ、うわ、上がりー。くそ、弱すぎちょっとタイムヘイゼル、あの妖怪の娘、どうするつもりだ。さあ、どないしまひょう。ヘイゼル。ガト、うちはやっぱり欲張りや。うん。教文の力は欲しい。でもそれだけやとはあかん。最近うち、うなされんようになったと思わへんか。国を追放されて以来見続けてたマスターの悪夢、三蔵班と出会うてからは見ようなったわ。うちには三蔵班が必要や。なあヘーゼル、さっきから気になってたんだけどさ。なんや。この飾りなんだ。これどすか。これはうちの大事なもんですわ。ほう、綺麗だな。そうですか。ほな、今度使うとこはアンさんにも見せまよか。うん。あー、なんでこんなちっちゃい部屋に押し込められんだよ。仕方ないですよ、今夜は満室でシングルツインが一部屋ずつしか空いてないんですから。もうムカつく。
サグだぜ。部屋も窮屈だし、あの野郎には腹立つし。そういや、ヘイゼルたちもこの宿に泊まってんだよな。仕方ないですよ。この町に一つしかないホテルに彼らが先にチェックインしちゃったんですから。もうムカつくー。ゴク、アイス食いに行くか。なあ、ヘイゼルのやつどういうつもりなんだろう。リリンのことですか。まさかロリコンなんじゃねえの。あぶねえですね。でもあれだけ妖怪を嫌っているのに急にリリンと仲良くなるなんて、どう考えてもおかしいですよね。まさか。ん？あいつリリンのことを妖怪だと気づいてなかったりして。そんなわけねえだろ。あ、そう？腹減った。お月見どすか、三蔵藩。別に月なんざどうでもいい。うちのマスターはモンスターに殺されたんどすわ。こんな綺麗な月夜でしたわ。うちの国ではな、三蔵藩、妖怪のことをモンスター言うんや。そいでな、モンスターには心許したらあかん言うんが常識ですのや。でもうちのマスターは変わり者やったんです。追われてはるんですか。神様はここを頼ってくるものを見捨てたりしまへん。安全になるまで隠れて流れ。you
ました。許さへん、絶対に。マスターはモンスターに殺されてもうたんですわ。殺されて。うちは人間を再びこの世に蘇らすことができますやろ。マスターが亡くなってしばらくして気ぃついたんや。うちにこないな力が宿っとるいうこと。きっとうちのモンスターを憎む心が生み出した力なんや。せやからうちは人間を救うためにこの力を使うんや。それがうちの使命なんです。ご大層なこった。すべての妖怪を殺しマスターの復讐を果たすんどすわ。くだらんな。おや三蔵藩、あんたがてうちと同じやろ。大事な人妖怪に殺されたんとちゃいますか。貴様、それを誰から聞いた。あれ、当てずっぽ言うたんやけど、もしかして図星どすか。何？なんとなくわかるんや、三蔵藩のことは。せやからきっと三蔵藩も妖怪が憎いんやないの。そうでっしゃろ。妖怪は信用できまへんや。いくら親しげにしとってもいつか本性を現しよ。やつら人間を殺すことなんか何とも思ってないんどす。だから殺すのか。人間を殺す前に。分かってもらえましたか。俺には分からん。三蔵藩、もしお仲間が暴走して人間を襲ったらどうします。殺しますか、それとも。撃ち殺す。風が強くなってきましたね。今夜は見事な満月だな。いつも同じ顔を見せているあの月の裏側には一体何があるんですかね。ふん、何があると思うかね。昔から恐ろしい魔物が潜んでいるって言われてますけど、もしそうならと思うとワクワクしますよ。おい、ポーンはこの位置だったか。いやですね、そこでしたよ。そうか。くそ。三蔵藩、もう一つ聞きたいんや。三蔵藩もうちのように小さい頃から一人ぼっちやったんとちゃいますか。やっぱりな。今朝うちの話を聞いてる時の三蔵藩見ててそう思いましたんや。何が言いたい。なあ三蔵藩、妖怪のあん人らやのうてうちと一緒に行きまへんか。うちら似た者同士やないか。お供にわざわざあんな妖怪選ばんでもええやないの。確かにな。だが貴様と行くつもりもねえし、誰に殺されるつもりもねえよ。Yeah.
なあ、三蔵藩。妖怪のあんひとらやのうて、うちと一緒に行きまへんか。うちら似た者同士やないか。お供にわざわざあんな妖怪選ばんでもええやないの。確かにな。だが、貴様と行くつもりもねえし、誰に殺されるつもりもねえよ。亀裂。冷えてきたな。なあ、ガト。ん？あんたはうちの言うこと聞いてくれはりますな、ヘイゼル。おい五条、それ俺んだろ。んだと？俺の皿の上にあんだから、どう考えたってこりゃ俺んだろ、このバカ猿。何よ、俺はちゃんと最初に6個乗せといたんだ。それがなんで4個しかねえんだよ。自分で食っちまったんだろうか、バーカ。食ってねえよ。食った。まあまあ、僕の分をあげますよ、悟空。え、本当か。よせよせ、八戒、癖になる。どういう意味だよ。なんか文句言いや、食い物もらえるなんて癖つけさせるとな、面倒だからやめろって言ってんだよ。なんだと。何のだから。もう一遍言ってみろ、この野郎だ。いや、悲しい。俺の横手が俺のこのたくせし、バカがなんつい言い草。噛みつくっちゃって困るだ。もういいんですか。ああ。やるよ。いらねえ。やるってばよ。いらねえったらいらねえよ。やっぱもらう。なあ、アンさん、今日はうち三蔵藩とおもろいゲームしようか思うとるんですわ。ゲーム？アンさんも一緒にやりまへんか。面白いのかそれ。それに昨夜三蔵藩の教文欲しい言うてはりましたやろ。うん。手伝うてくれはったら、三蔵藩から教文を奪うのお手伝いしますわ。ならやる、おいらやる。ほな、三蔵藩らを待ち伏せや。どうせあん人らの行き先は分かってんねんから、出発や。うん、行くぞ。ええな、ヘイゼル。あんた本当に。それ以上は言わんとき。口出しは許さへんで。お世話になりました。気をつけてな。あいついねえな。あ、あいつってヘーゼルのことか。うん。おい、ハッカイ、飛ばせ飛ばせ。今のうちにあいつのこと巻いちまおうぜ。はいはい。あ、そういえばリリーのやつ大丈夫かな。帰ったんじゃねえの。腹いっぱい食って寝てよ。そうか。あ、なんか俺も腹減ってきた。太るぞマジで。酢豚。タレメ。ねえねえ、タレメタレメ。あ、三蔵。それしりとりちゃいますやん。リリン様。お探ししましたよ、リリン様。あ、お前たち。
なぜそいつと。リリー様、危ない。離れてください。そいつが何者なのかご存知なのですか。え、ああなあ、アンさん、ペンダントの力が見たいって昨日言わはりましたな。見してあげますわ今。リリー様早くこちらへ。郊外寺様はそいつに襲われ、独学寺様も八尾根様もひどい傷を負わされて。お兄ちゃんたちが。へえ、こないだの熱いお方、こうなんとか言わはったやろか。あれ、アンさんのお兄さんやったなんてな。お兄ちゃんに何をした。何って。オイラを騙したのか。騙す。人聞き悪いこと言わんといてや。うちは初めから妖怪は嫌いなんや。てめえ。やろう。リリー様に手出しはさせない。俺たちが相手だ。ガトン、行きな。口ほどにもおへんな。約束やったな。よう見とき、この力。ウェストスピードを取ってください。ゲームの始まりや。どうかしましたか、祭司様。道に迷ったんですか。迷う、うん、道に迷ったいうか、外したんどすわ道を。あれ、何でしょうか。リリン、リリンじゃねえか。何やってんだあいつ。お待ちしておりましたわ。リリン、リリン、おい、リリン。何があったんですか。三蔵藩、妖怪なんぞ信じたらやっぱ飽きまへんな。だからなんだよ。まさかこの子がこんなことしでかすなんて思いもしまへんでしたわ。
死んでます、三蔵。まさか、リリンが。ええ、仲間呼び寄せてやったんですわ。そんな、本当にリリンがそんなことを。ほな、うちかガトがやったとでも言わはるんどすか。せやから言うたんや、妖怪はいつ暴走するかわからんからって。リリンが暴走？なんやわからへんけど、人を殺してそんでうちらにも襲いかかってきよったんですわ。嘘だろ。嘘？うちらが嘘言うてるって？何を証拠にそんなこと言わはりまんの？証拠って？証拠もクソもねえ。リリンがこんなことするはずねえんだよ。アンさんもしつこいな。ほな、こない恐ろしいこと誰がやったって言い張りますの？おっと、悟空、何するんどす？まだ死んでねえだろ。リリンを起こして本当かどうか聞く。近づくと撃ちますえ。妖怪は何するか分かりまへんからな。だと？怖い怖い。ガト、ガト、な、処刑します。ちょっと待てよ。よろしいおすな、三蔵藩。なぜ俺に聞く？なぜって？リリンが人間を殺し暴走したのが事実なら、その場で撃てばいいだろう。なぜわざわざ俺に聞くまで待っていた？それは三蔵藩に決めてもらおう思いましてな。妖怪と人間が一緒に旅するやなんて聞いたことおまへん。こりゃ三蔵藩はよほどご自分の腕に自信おありなんでしゃろうけど、こっちは見ててハラハラしどうしですわ。せやからここで三蔵藩に納得した上で決めていただきたいんですわ。妖怪っちゅうもんの存在が敵やと。ゆうべもお話ししましたな、妖怪のことは。確かお仲間の妖怪が人間を襲ったら始末する、そう言わはりましたな。当たり前ですわ。そんな高名な三蔵法師のお供が人を殺す妖怪やなんてな、そんなことになったらむちゃむちゃや。ましてや三蔵藩も大事な人を妖怪に殺されとるんやからな。なあ三蔵藩、一言打て言わはるだけで打ちます。やめろってば。どうします？三蔵、さあ三蔵。ごちゃごちゃうるせえんだよ、俺の知ったことか。
うぜえよ。三蔵藩、ガキを晒し者にするのがてめえのやり方か。やっぱりお仲間の妖怪が大事どすか。何？だってそうやおまへんの。妖怪を憎んでても、人殺しの妖怪がおっても、そこで白黒はっきりさせへんいうんは、大切なお友達と一緒に旅ができひんようなるんが嫌なんでっしゃろ。何が言いてえ。妖怪に嫌われたら、三蔵藩はお供がおらへんようなってまうからな。なんでそんな嘘つくんどすか。おかしいわ、三蔵藩。妖怪は憎むけど、妖怪のお友達言うんも。勝手なことを抜かすな。ん？誰が友達だ。気色悪い。じゃあ、何なんどす。気色悪くて悪かったな。俺たちは人間じゃねえし、ただのお供の妖怪だからな。悟空、どうせ俺らは妖怪だ。そうだろ、三蔵。だけどそれの何が悪いんだよ。なんとか言えよ、三蔵。おい、こら、何熱くなってんだよ、猿。熱くなんかなってねえよ。俺はリリンを信じる。三蔵が妖怪を信じなくても、こいつをヘイゼルだけには殺させねえ。勝手にしろ。あ、するさ。僕、おい、三蔵、止めねえのかよ。なぜ俺が止める。俺はおめえらに一緒に来いと頼んだ覚えはねえ。あ、こんなくだらねえことにかまけてる暇はねえんだよ。ああ、そうかい、わかったよ。五条、やってられっか、バーカ。あばよ、クソ坊主、妖怪にやられてくたばっちまえ。三蔵、三蔵、どうしてですか。何がだ。どうしてそんな言い方しかできないんですか。文句があるなら、貴様もあいつらと行けばいいだろう。三蔵、黙れ。三蔵、わかりました。仲間割れですかいな。ほな、うちらも行きますか、ガート。
処刑します。よろしいおすな、三蔵藩。なぜ俺に聞く？俺はリリンを信じる。三蔵が妖怪を信じなくてもこいつをヘイゼルだけには殺させねえ。勝手にしろ。ああするさ。やってられっか、バーガー。あばよクソ坊主、妖怪にやられてくたばっちまえ。三蔵、どうしてそんな言い方しかできないんですか。黙れ。わかりました。仲間割れですかいな。よみがえりし男。たぶん三蔵のやつ、あそこまでアホだとは思ってなかったぜ。意地っ張りですからね、三蔵は。んな可愛いもんじゃねえ。バリアホ、バリハゲ、バリ自己中のバリさんだよ。ねえ。気に入らねえことがあるとすぐに人の頭叩くしな。まったくいなくなってすっきりしたぜ。ほんとほんと。お、どうしました、悟空。うん、郊外児たちどうしてるかな。世話になったな、ヘゼルの野郎。今度会ったら絶対にぶっ殺す。オイラのこと騙してお兄ちゃんたちに怪我させて。リリン、早く郊外児のところへ戻ってあげた方がいいですよ。心配でしょ。でもお兄ちゃんたちは強いから絶対大丈夫だよね。お兄ちゃんたちが元気になったら一緒にヘイゼルを倒しに来てやるよ。ついでにお前らもな。じゃあついでかよ。じゃあまたな。おい、ただでさえ脳みそ少ねえんだからあんまり考え込んなよ、サル。うわあ！うわあ！バカ！うわあ！バカ！バカ戻せ！ちょっと待ってください。このバカ猿が！いきなりでけえ声出すな！死ぬかと思いました。そう！考えたらまた腹立ってきた！ハゲさんぞ！え？そうだ。おい、ハッカ急げ。は？あんなクソ坊主より先に佐伯についてやる。よし、乗った。おい、頼むぞ、白龍。キュン。大丈夫ですよ、どうやったって先に着きます。なんせ向こうは徒歩ですから。徒歩？ちげえねえ、テクで折れないより早く着くわけねえ。それにあの野郎、巨弱大事だもんな。あのブーツじゃ歩きづらいし。タバコも吸いすぎですよ。10歩歩いちゃ一服休憩か。うんうん、やりそうやりそう。大丈夫ですか、三蔵藩。くそ。このペースやと今日は野宿どすな。三蔵藩、吸いすぎとちゃいますか。三蔵藩。どけ。ガト、
失礼な真似はよしなはれ。焦らんでもええんどす。時間はありますわ。三蔵藩はきっとうちらが必要になる。もういいですか？こんだけあれば十分。いつもより早くて安いですね。しかしうるせえのがいねえと買い物もスムーズに済むもんだな。三蔵、今頃何食ってんのかな？は、知らねえよ。大したもん食ってねえんじゃねえの？いっつもそうですからね。飯食わないでタバコばっか吸って。そうそう、カルシウム足んねえからすぐに銃ぶっ放すしな。うん。三蔵一行だな。ごももよこせ。お前らアホか。なんだと？三蔵はいねえよ。ざけるな。隠すとためにならんぞ。あのな、こっちは今むしゃくしゃしてんだ。あんまうるせえこと言ってっとぶちのめすぞ。やかましい。さっさと三蔵を出せ。三蔵なんて死ぬか。それとな、その一個って言い方やめろ。三蔵を出せ。しつこいですね。あのさ、なんかこれおかしくね？え？三蔵と別れた俺たちがなんでこいつらやっつけなくちゃいけないんだ？んじゃお前、素直にやられろってのか？いや、そういうことじゃなくてさ、なんかこう、うるせえ！お前ら運が悪かったな。待っていたぞ。やれやれ、七面倒くせえ奴らが現れたか。いつものお月の奴らどうした？うるせえ、俺を怒らせたいか貴様。奴らの話をすんじゃねえ。まあこっちにとっちゃ人数減ってくれた方が楽だからいいけどな。うるせえって言ってんだろうが。ほらどうした、来いよ。三蔵藩、手貸しましょうか。てめえもうるせえよ。いい加減黙らねえと撃ち殺すぞ。ほんま三蔵藩は可愛いどすな。行きなはれ、ガト。すんまへんな、妖怪倒すんがうちらの使命どす。勝手にしろ。しまった、ガト。気がついたか。無理はしない方がいい。ここは天然の洞穴だ。
ガト。三蔵藩、危なかったとすな。余計な真似しやがって。味の保証はできないぞ。死人だからな、味見ができない。飲んだ方が回復は早いはずだ。無理はしなくてもいい。お前は一体ヘイゼルの何なんだ。体どころか命張って、随分忠実な部下だな。俺はヘイゼルを殺そうとした。何？死ぬ前のことだ。俺の一族は狩りをして生きていた。生きるために必要な分だけを殺す。それが俺たち一族の掟であり、誇りだった。偉大なる精霊が俺たちを生かし、俺たちもその中の一部として生きていた。だが、他の大陸から来たその男たちは楽しむために殺した。俺たちは戦った。偉大なる精霊の宿る大地を守るために。
訪れる死を感じた。大切なものを守りきれなかった屈辱に包まれながら。その時精霊が現れた。精霊だと？イカれる者よ、お前に力を与えよう。お前たちはどこから来た？仲間はまたやってくるのか？その時精霊が俺に囁いた。その男に触れてみろと。その瞬間その男の全てが分かった。その男の国で何が起きているのかも。そしてうわ、気づいたら俺はそこにいた。ヘイゼルのいるその町に。信じられん話だな。俺も我が目を疑った。だがすぐにそこに来た理由が分かった。ヘイゼルか。そうだ。その時ヘイゼルはまだ子供だった。だが恐ろしい強さでモンスターを殺しまくっていた。無差別に。俺は悟った。ヘイゼルを殺しこの殺戮をやめさせるために俺は呼ばれたのだと。だがいきなはね。俺は負けた。ヘイゼルは死んだ俺に再びモンスターの魂を入れ生き返らせたんだ。あんたはうちを守るんや。あんたの体は他の誰とも違うて何度壊れても直すことができる。ほんま便利や。何度でも蘇る。それは俺の体に精霊が宿っていた証拠。ヘイゼルは自分を殺そうとした俺を自分のしもべとして使うことに決めたんだ。それ以来精霊は俺に話しかけてこない。お前はそれでいいのか？ヘイゼルは言った。もしうちを裏切ったら容赦せえへんよ。あんたはうちが魂入れへんかったらそのまま死ぬんやから。だから俺はヘイゼルを守る。それだけのことだ。今度は最後まで守り抜く。それだけのことだ。三蔵藩、行さんもろてきましたで。一緒にいただきましょう。三蔵藩？世話になったな。手こずってるようですね。青い目の天使さん。本当？少し手を貸しましょうか。